せっかくハチマキ作ってくれたのに、ごめんな。勝てなかったよ。これはハチマキの端っこにこんな小さく、しかも目立たないように白い布に白い糸で。どうしたんです、キャプテン。キャプテン！監督、マネージャーは？マネージャーなら、ついさっきお母さんが迎えに来て出て行ったぞ。な！マネージャー、今日これからすぐにお父さんのいるアメリカに立つんだそうだな。お前たち、ずいぶん世話になっただろう。だから、戻ってきたら挨拶させようと思ったんだが、時間が。おい、松山！車は、きっとまだどこかに。あの車か！藤沢！くそ！この詩集、藤沢。I love you, よしこ。松山くん、やっぱり最後にちゃんと。でも。藤沢、どうやら間に合ったみたいだな。どうして？お前が車で行った後、サッカー協会の人が車で送ってくれたんだよ。できるだけスピードを出してもらってさ。松山君、松山君、足から血が。え？ちょっと待って。ああ、いいよ。ハンカチが汚れちまう。ダメよ、だってこんなに血が。こうやって傷の手当てしてもらうの、これが最後だ。松山くんはいつも無茶なプレーするから、一番怪我が多かった。思い切ったプレーと言ってほしいな。しばらく押さえといて。サンキュー、マネージャー。どうしたんだよ。だってこんなところに急に現れるから。なんだよ、お前が行けないんだぜ。サッカー場の前からタクシーを追いかけて藤沢って呼んだのに、気がつかずにそのまま行っちまうから。この傷だってその時アスファルトにつまずいてさ。おい、泣くなよ。だって泣くなってば。涙拭けないじゃないか。お前のハンカチ俺の膝の上にあるんだし。松山君、元気で行ってこいよな。このハチマキ、お前との記念に大事に取っておくよ。ありがとう。